どうも、今回紹介するのは富士見の、松田ファミリア3人さん、要は BD ファミリアですね。あのね、富士見と、今井だっけ、今、まあ、青島が金型持ってると思うんですけど、の2社は知ってるんですよ。他にもひょっとしたら出てたかもしれないんですけど、あのね、昔小学生の時に、要は小学生向けの雑誌か何かで、どれかわかんないんですけど、ファミリアのプラモデルを作ろうみたいな企画のページがあって、そこで、要はまあ当時の一番人気っちゃ一番人気なの、BD ファミリアの赤いやつですね。赤のサンルーフ焼いたやつを作ってたやつがあったんですけど、それがね、どこのメーカーの BD なのか思い出せなくて、覚えてるのは、左斜め後ろから見て、ステアリングを左に切ってる状態のバックショットが完成写真みたいなやつがあったんですよ。ただそれが何の雑誌だったか、どのキットだったかって思い出せないってどうでもいい話ですね。まぁ、ちょっと前に再販になったキットですね。入れてみました。よいしょ。こんな感じです。これもともと FF モーターライズっていうのが売りで売られてたキットで、まあこれはもちろんモーターライズではないんですけど、このね、バンパーエアロパーツっぽい形状になってますけど、箱絵。ノーマルなんですよ。ノーマルの部品しかないよってお客さんにね、お前教えてもらったんですけど、どのメーカーだったかがはっきりと思い出せないですね。もううろ覚えなので、具体的にどこのモールドはこうなってるから、これはこっちのだよとかって言えればいいんですけど、それがね、ちょっとね、思い出せないです。給油口が小さーい給油口小さ、なんでこんな小さいん？だいぶ幅広な感じに見えますね、こうしてみると。でね、これ組んだことあるお客さんに聞いた話なんですけど、このサンルーフのね、これ開口のやつありますけど、これ開けると、なんかガバガバになっちゃって、大きすぎるから気をつけてね、みたいな話を聞いたんですよね。クリアパーツにないな。ってことはこれを使うってことなのかな。まあちょっと順番に見ていきましょう。ホイール、これ何のホイールかな？なんか昔のアルファロメオっぽい感じのデザインのホイールがついてますけど、一応ね、ノーマルっぽいホイールも中に入ってます。この成型色のやつですね。左ハンドルと右ハンドル選択式になってますね。シートはまあ裏ガバガバですね。ガバガバっていう言い方もちょっとあれかな。もう今 BD ファミリア、あのね、岐阜県にね、1台いるのは知ってるんですけど、あれ、久しぶりにね、見たときにね、うおー、BD ファミリアだーって俺すごく興奮しました。久しぶりに見たもんね、もう十何年ぶりかに見たんですよね。昔はね、自分もね、小さい時はよく見たんですけど、いつの間にか見なくなって、久しぶりに見たので、一人テンション上がってました。ガラスパーツ、ここにリアのね、三角窓って、三角じゃないですけど、の窓をね、開け閉めできると、ポッチのモールドがありますね。はー。FF 版板シャーシってこんな感じなんだ。FF 版って言ったらいいのかな？でも板シャーシですよね。これも孫うことなき。へぇー。他の板シャーシキットと同じく3点式のロールバーがついてますね。3点式なんてもうめったに見ないですけどね。デカールが、デカールが、コニーに、レーシングメイトプロジェクトチーム、これはわかんないです。レカロ、セクシーファミリア、ターボレーダー、T
KKK だから、ブリッツが作った、売ってるとこないと。プロデュースドバイオの横浜。ごめんなさい、この辺ちょっと全然わかんないです。これも詳しい方お願いします。 まあ元が FF モーターライズっていうね、変わった構成のやつなんですけど、なんかね、モーターライズで組んだことがあるお客さんの話だと、走らなかったって言ってました。 走らなかった、走れなかったとかって言ってましたね。なんかフロントの足回りがすごく、まあモーターがなくなってるんであれですけど、なんかとても複雑な構造をしてますね。一応スプリングが入るような感じになってますね。でね、なんかね、聞いた話だと、車高を落として組むみたいなやつ、バージョンもあったらしいんですけど、バネ切れって書いてあったらしいですよ。これはまあ普通にしか組め、普通に組むような説明書になってますけどね。サンルーフの切り取り。これはね、屋根切らない方がいいよって言われた理由分かりました。切り取って、切り取ったものをヤスリで綺麗に仕上げてください。切り取ったもの、これはね、開けない方がいいな。いや、でも BD のサンルーフだと、BD のファミリアだとやっぱサンルーフ開けたいよな。悩ましいですね、これ。せめてサンルーフのパーツがあれば。ごめんなさい、メモリーカードをね、データしっかり見てなくてね、ラスト2分ね、撮影できてないのに話し続けてました。まあ要はサンルーフのところで話が終わってたんですけど、すごくテンション上がって、俺一人でもうドワー喋ってたんですけど、これね、まあエアロパーツが基本的にはね、箱絵には書いてあります。箱絵にはエアロパーツが出てるんですけど、で、説明書もね、この組み立てずにはね、エアロパーツのバンパーを被せるような感じであるんですけど、これ実物のバンパーのこの品番のね、品番じゃない、番号のパーツを見ると、ノーマルバンパーです。なのでね、ちょっとね、これはね、まあノーマル派の人はバンバン材だと思うんですけど、箱絵で見て、あ、エアロパーツついてる BD ファミリアなんて珍しいね、面白いねって思われた方はちょっとがっかりしちゃうかなと思いますね。この辺は注意した方がいいかなと思います。でね、この323ってね、ファミリアの輸出仕様の名前だったと思うんですけど、その輸出仕様にするためのね、パーツの選択があるにはあるのか。あ、ないな。やっぱワイパーは右半仕様だけのワイパーになってるので、左半の部品ついてんのかな。左半のワイパーついてないっていうのが、まあちょっと残念かな、残念かなっていうことを思います。ボディもね、この穴ここにもうドンドンと開いちゃってるので、これを左半にしようとすると、これを一回穴埋めてっていうふうに必要になっちゃうので、まあヨーロッパ仕様って考えたらいいかな。ヨーロッパ仕様の右半のヨーロッパっていうと、イギリスかな？その辺の向けの仕様っていうふうにすればいいかもしれないです。まあ脳内保管みたいな感じになりますけどね。で、テンション上がってたのはね、これ、このね、A の30っていう部品、これね、最近の若い子っていう言い方したら、ちょっとね、あれ、まあ、お前も十分若いじゃないかって思われるかもしれないですけど、自分ももうすぐアラサーになっちゃう、アラフォーになっちゃうので、あれなんですけど、ボディの、この、一番後ろの、まあ、バンパーとかから下げて、で、車に帯電した静電気を地面に流してあげて、で、それでね、なんて言ったらいいかな、この性能をアップする、いわゆるオカルトパーツですよ。オカルトチューン、今で言うオカルトチューンっていうやつのね、自分が一番よく知ってる名前のやつは、静電気通るっていう名前のやつがあったんですけど、ここの後ろに下げて、そうやってやるっていうパーツがね、入ってるんですよ、これ。それがね、もう嬉しくて嬉しくてね、それでテンションぶち上がってね、一人でずっと喋ってたんですけど、これね、いいっすね。だって、もう、
今ほとんど、まあ、見るところには 見ますし、いるんですけど、あの、これとね、あとね、まあ、静電気トールじゃなくてね、あの、本当の鎖をね、こう垂らしてるようなやつがあったりとかもしたんですよ。だから、その、あの、要はその何、いわゆる街道レーサーとかそういうのがつけてた釣り革とはまた全然違って、普通の人とかが、その、これでね、性能が良くなるんだって言ってね、流行ったパーツがあったんですよ。それっぽいね、パーツがね、入ってます。A の30。もう俺一人でね、盛り上がってね、くっちゃべってたのでね、撮影できてなかったのって冷静になって、いわゆる賢者タイムですよ。それですごく寂しい思いをしてました。どこ行ったかな、この部品。形状がね、まんまそれ。これ分かる人、多分、自分とね、同年代か、ちょい下ぐらいから上ぐらいの人ぐらいじゃないとね、多分ね、分かんないネタだと思います。静電気通る。っていう話でね、俺ね、これ嬉しくて嬉しくてね、ずっと一人でくっちゃべってました。撮影できてないことも知らずに。あとね、ルームミラーが、あの、こう、ミラーのね、ワイドミラー、こう、かぶせて使うようなね、あのミラーとかが部品が入ってたりとかしてます。まあね、当時の雰囲気を楽しみたい人向けだと思います、これは。ああ、昔こういうパーツあったわー。ああ、昔こういうファミリアおったわー。みたいな感じでね、まあやっぱ赤く塗ってね。サンルーフがね、残念だなー。だってこれ削り落としてやっちゃったらもうガバガバになっちゃいますもんね。ガバガバってかもうブカブカになっちゃって。で、その前組んだことあるよっていう人に聞いた話だと、これもう裏からパッて埋めちゃって、で、段差がなくなるようにこうペーパーで削るといいよって話して聞いてたんですけど、やっぱ BD ファミリアはね、屋根開けたいよねっていう気はします。もうパーティングラインとかそういうことはもう無視。もう、個人的にはこの静電気トールのね、部品があっただけでもう自分は嬉しくなっちゃいました。まあエアロパーツが再現されてなかったりとかするので、そういう面でね、詐欺じゃねえかって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、ああ、昔こういうの流行ったな。こういうのあるといいな。だからこれにね、あのね、キャリアつけたいですね。キャリアつけて、丘サーファー仕様とかでもいいと思いますし、やっぱ自分が作るなら赤かな。それぐらいね、今ね、そういうのね、ファミリアなんて車も知らないっていう人も多いと思うんで、あれなんですけど、そういう人からしたらね、赤いファミリアって何って話になるかもしれないですけど、よくわからないよっていうことは、人はね、お父さんに聞いてみようというわけでですね、今回紹介させていただいたのは、ちょっとね、途中でぶつ切りになっちゃってね、変な感じになっちゃってますけど、マツダファミリア323、富士見のですね、紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。